ラストステージ桜島へ。この本の目的は一つになることです。僕は来年アジアを回ってきます。アジアの各国の素晴らしいミュージシャンたちと心の話をしに行ってきます。そして民族間の心の思いを打ち明けてきます。アジアがもしも同じ気持ちになってイエスと言ってくれれば、僕は彼らを自分のふるさとに招こうと思ってます。みんなと一緒にそのことを実現したいんです。力を貸してくれ。ここまで付き合ったんだから2年くらい付き合えよ。寂しさがないってのもそうなるけど、皆さんとこうやって影響力というものを一緒に作ってきましたから、この影響力を国外に回っていきますので、2年後の桜島でまた集結したいなと、そういうふうに思います。頑張りましょう、みんなでね。